え皆さんこんばんは。そして今日はゲストとして私の敬愛するケビンさんが来てくださいました。どうもどうも、ウェルカム to YouTube さつきチャンネルで。日本の女性はなぜ表に出て高い地位に就く人がこれだけ少ないんだろう。この間も、ね、甘えてるまだ。 え、あの I. M. F. のクリスティーヌさんがね、このセブンリスがね、ラ,ーラガルドさんおっしゃってた。あの、やっぱり僕日本の女性の自立って、まあ、あの英語でね、ジャパニーズアクトのアドピーポスを。日本人って他人の意思で行動するねっていう言い方で、見てる部分が外国人は思うんですね。日本人って自分の意思、うん、周りを気にしながらいい。 輪を持ってトトする持ってるですで,すから、ね、でその大元になってるのがやっぱ母親の社会がやっぱ母親が子どもたちを育てるので特にまあ3歳から5歳ぐらいの授乳期からね児童期まで。うん そそううするととやっっっぱりそのメンタリティって移ってしまうと、うん、だからやっぱりその女性自身が自立することグロス・ビー・ m ン i ッシュ u スって僕は呼んでるんですけども、うん、女性が自立するってことが必要で例えばアメリカって18歳過ぎたらみんな家から叩き出されるんですね、うん、で一人で生活するからあのお金がないからアルバイトしながらシェアメイトっていわゆるルームシェアをして、うん、フランスもそれに近いで,す、ね、ですローン組んで大学に行くって日本の場合ってみんながあの 親が全部出ししてくれるしそれでもうそのまま大学に入る実力があるかないか別にしてもそのまま18歳で入ってそれで4年間アルコール漬けで労働力としては18歳のままの労働力と学力で卒業していくじゃないですかこれはねままずずいいでですすよよねねだからそので例えばその整形塾とか政治塾みたいなのがあんなのが乱立するのも逆に言えば大学と大学院が役割を果たしてないからだって僕は思うので例えば弁護士 の人たちが法案を作るぐらいのそういう学校政治学校が政治大学が大学に政治学校があんまないんですよ日本でね。うん、だから法案を提出するのにも例えばまあ一から議員をやりながら勉強していくみたいなあるいは官僚になって初めて法案を勉強するみたいな感じじゃないですか。私はこの三年で六本出しましたけど、一<ー>本もやらないで十年過ぎてる人もいっぱいいます。ですよね。はい、だからあとがあ,あと思ったのはね財ご出身がね財務省でいらっしゃってでもほ なんで日本はその例えば東大の法学部出た人間が経済の専門である財政の専門である財務省に行くのかがちょっとそれそうするとね法律ばっかりです規制緩和っていうのはアベノミクスの一丁目一番地だと僕は,まあはっきり言って大学の経済学が全然大したことないんですよこの国では <laughs>、うん、あの法学部でその教養課程で学ぶ経済に毛が生えたことぐらいしかやらないんですよだからできちゃうんですよ。 な大学における専門性っていうのが大したことがないってこと。ああ、んなみんなアルコール付けのまま卒業してっちゃうんで。だから法学部の方が実学なので、<laughs> これはアカデミーじゃなくて実学なので、実学やっといて頭の良さを決めて、でそこで入った人が中で経済研修受けた方が早いってなっちゃうんです。ああ、はいね。まあすみません、<れ>話が飛びすぎちゃって。 まだ女性の自立のためにはこあの女性自身が一つの,その意識として、うん、その他人に依存する、まあ、母親が、ね、ちあの小さい時から、ね、あの何やってたのっていうのをこうで自分で考える力でこの間もね僕あのあのよくお母さんをよく見てるんですけども、うん、子供がね例えば「お母さんこのテーブルになんかこんな豆みたいについてこれ何なの?」ってこと聞くわけですよ、うん、すると、うん、そのテーブルの下に実は岩みたいなデザインで岩みたいなのがあって、うん、その上にゴムが乗ってこう、うん、ガラスになってるわけですね。うん、でその時に えー、支えででしょっ終わわちゃうけいやそうじゃなくて何のためにあるか考えてごらん、うん、ってもしじゃあガラスが直接岩に触れてたらどんな状態になる、うん、っていうふうに導いてあげるっていう子供の知能っって大体母親でで決まっちゃうんですよこれ極端な言い方だけどやっぱりそれがあるので母親自身がで本当に逆に言うとメンタリティもそうなんですねいわゆる児童虐待とかそういう問題が今5,000件6,000件毎年でどんどん上がってるでもそれに対してあんまり後手後手に回ってる状態の中で。 これはじゃあどうやって母親自体が,母親,自体がその母親になるための学校が僕はないんじゃないか日本は必要なんじゃないかなと思っちゃうような、うん、もちろん民間で頭のいい子を育てるためにはこういう母親になりましょうっていうのはそういうのをやっていく僕は意味あると思うんですけども、うん、そうすることによってね日本全体の,、まああの学力もそれから GDP 申しゃる。 逆に言うとでもあのフィンランドメソッドっていうのは私はある方か,から聞いて学校の先生がなぜなぜなぜってとにかく詰め続けるとそうそうでフィンランドはもう女性の活用率がすごく高いんだけどフィンランドのママたちってそういうことやってるのかなだから会社から帰ってやってるのかな労働<え>時間短いからあの、ね。うん、あの僕はフィンランドはちょっと旅行で行ったスウェーデン住んだ時に行ったぐらいなんですけど、うん、欧米は往々にしてそうですね。あ,のあんまりその あの子どもたちに特にアメリカなんかはそうですけど子どもたちにあのいちいち報告連絡相談をそんなに強要しないし逆に独立した人間として、うん、まあ一番は、ね、赤ちゃんベッドっていうのがあるんですよ。うん、で赤ちゃんベッドに寝かせるで逆に言うと3人で川の字に寝るって日本はあるんですけどアメリカの州によってはそれで逮捕された人もいるんですね。と、うん、赤ちゃんこうごろっと寝た時に赤ちゃんを潰しちゃうかもしれないじゃないですか。ねうんうん、でも日本ってそういうとにかく母親とべったりっていうね、まあ、最近はイクメンっていうのが出てきてますけども。 やはり母親もお父さんもそうですけど子どもたちに考えるチャンスを与える自分で考えなさいとそれ考えない全部報告連絡相談させてほうれん草させてそれはこうよってお母さんが判断下るどうなるかという女の子は特にそうですけどもた本願で不和らいの方でででい自分で考える力なくなくっちゃうんですねだそれは今後の教育もあのね教育の一つのまあ文部科学省さんとかそういうところといろいろとやっていく。 ま,まあでもこれからの厳しい時代ではそうならざるをえないんでね今日のケビンの話っていうのは、まあ、少子高齢化競争の激しいグローバル社会でサバイバルする日本の女性としてはあの一過言ある話だと思いますどうもありがとうございました。あう,うあなたはのの頃のように いかつに笑う「さりげない方の陰りが少し気にはなるけど」